はい、皆さんこんばんは、幸次郎です。今日ですね、キングスワールドカップ日本代表の、ムラッシュ FC の、オーナー加藤さんが、生配信でね、メンバーを発表して、まあ、まず結論から言うと、僕のプロフィール滑ってました。はい、大滑ってました。うん、特に触れられずスッと行ってね、しかも僕もう少しこうドゥンドゥンみたいな感じで、背番号ポジション名前みたいな感じで発表されるかと思ったら、割と送ったプロフィールそのまんま読んでいただいて、滑ってました。はい。そしてね、自分はなんかその背番号10番で、叩かれるかもみたいな文も、滑ってました。そしてね、最後の方に、加藤さんが自分のね、プレジデント PK という、はい、ありまして、そこ結構重要だよね。で、まあもう、もしも負けたら、俺叩いて、俺のせい、俺と10番のせいっていう風に言ってて、チャット欄もね、いや、順一は叩かずに、10番叩くわ、とか、嬉しいです。ええ。いや、嬉しいですね。10番っていう、嬉しいですね。叩かれるんですね。でも負けたらだから。逆に勝ったら、10番、あいつでよかったんじゃねみたいな、なるじゃん。想定の範囲内です。しかもそんな、知られてなかったんで、はい。大丈夫です。ありがとうございます。ちょっと緊張して、生配信見てたんですけど、全然大丈夫そうでした。はい。てか、五木さんって、ソサイチの日本代表のキャプテンだったんだね。すごいわ。はい、です。あと、まあ、余談なんですけど、森保翔平がね、プロフィールで提供してた写真の後ろに僕写ってました。あいつ多分やってるわ。わざと僕のことを見切れてね、見切映り込んでいたね。ああ、よかったよかった。無事に生配信が終わったんで、これはあれじゃないですか。あれじゃない？もうスタートなんじゃない？世間でもうメンバー発表されたんだから、金武幸次郎やったりますわ。ありがとうございます。メキシコ行きますわ。プロフィール滑ってたけど、はい、よろしくお願いします。ムラッシュ FC の応援よろしくお願いします。僕が日本代表の10番です。オーバーヘッド決めます。メキシコチュラチュラ、はいはい、さよなら。はい。でも本当に何叩かれるって、殺害予告とか、そっち系、脅し系、なんかその顔写真貼り付けられたりとか、いろんなところに、顔写真貼り付けられて叩かれるとか、叩かれるってどっち、ネットで、やかも、叩かれんのやかも、幸次郎、いや、名前覚えてもらえずに、あいつ、ロン毛、モップロン毛、モップロン毛、あいつ10番にしたから負けた、遠見10番にしとけばよかった、とか、達也10番にしとけばよかったとか、そういうこと？ん？一緒だから。一緒だから。いやいや、ちょっと情緒不安定。叩かれる。まあでも叩かれたことあるから、別に。っていうか、普通に、あれだし、メキシコだし、海外の人に叩かれてもわかんねえし。ただ日本の、ね、加藤純一さんの視聴者の方々、数万人から叩かれたら、どうなんの？俺、もう、真っ平らになるの？べっこべこになるわけ？
ベコベコ。え、しんど。しんど。いやもう、10、いやもう前後、前後6番ずつぐらい叩いてください、一緒に。はい。10、11、12、13、14、15、16、10、9、8、7、6、5、4ぐらいまで叩いてください。え、はい。まあ、叩きの中心はまあ僕でいいと思います。え、はい。うん。じゃあ、切るから。はい。切るから。はい。今日練習あるから。はい。